はいじゃあ今回はこちらの方ですね。まあ横断歩道と言われるものは信号が青で横断をしてもこれ安全な場所ではないというようなことがもう今はっきりとしております。 横断歩道を渡るときというのは青信号であっても他の車、まあその動きは気をつけてください。もうそういうことをする必要性は基本ないんですが、まあ車の方というのが右折の車も左折の車もそしてまっすぐの車もすべて、まあ見てないというふうに思って走っていただく。まあその部分がね大事になるかな。 やはりね、自分の命を守るしかないということなんですね。相手に守れと、ルールを守れと言っても守らない人間は守らないので、まあそういうふうになって自分の命を落とす、まあそういうようなことにはならないように皆さんも気をつけていただくといいかなと思います。まあ今回のケースというのもね、まあ本当に非常に残念なっていう状況なんですけれども、それがですね、 こちらの方ですね。青信号の交差点を渡っていて被害にということで女子大生が右折してきた車に跳ねられて死亡。運転手の45歳の男を現行犯で逮捕。10月の8日の午前8時半頃に愛知県豊橋市の交差点で青信号を歩いて渡っていた女性が右折してきた車に跳ねられた。女性は近くに住む21歳の大学生で病院に運ばれましたが死亡は確認。と。 過失運転致傷の現行犯で、まあ男が逮捕されております。豊橋の自営業45歳の男。まあ車見ていただければわかりますよね。ハイエースで上に脚立が乗っていて午前9時半頃ということは、まあ仕事場に向かっていたと。まあこういうような感じだと、まあ家とかね、まあ内装業とか、まあそういうようないろんな まあ設備とかね、そういう仕事をしてんではないかなとは思いますけれども、やはりまあ上に脚立乗ってるっていうのはまあイメージ的にはやはりまあルール守らないよねと皆さん多分思ってんじゃないかなというふうには思います。もう一個の別記事の方を見ると、まあこちらの方ですね。こちらの方というのでは女子大学生に関しては胸を強く打つなどして死亡ということになるので、まあここドンとぶつかったことによる影響なのかなと。 フロントガラスはですね、少し割れてる程度なんですよね。だからここのぶつかり方がひどかった。まあ、通常よくあるのが頭を打ち付けてというようなケースになると思うんですけれども、まあ、その場合というのは直進の車の場合が多く、その車にはねられてフロントガラスに頭を打ち付けるケースというのが非常に多いんですが、まあ、今回のケースはフロントガラスはここだけという状況なので、まあ、ここにね、どこの部分が当たったのかはわかりません。 だから体の部分が、ま、ここに当たったのは間違いないので、まあ、胸を強く打ってるというのが、ま、この辺なのかなというような気がしますよね。で、事故の現場の交差点なんですけれども、こういう交差点になります。こういう交差点はね、特に気をつけていただきたいかなと。 状況として向こう側の方から右折をしてきたと思われます。で、跳ねられたのはおそらくこの辺りではないかなと思うんですけれども、で、女子大学生の方がどちらから横断してきたのかはわかりません。こちらなのか、こちらなのかはわからないんですが、ここの交差点はですね、ちょっとね、変則ないびつな交差点になっているんですよね。それがですね、ハイエースが来た方から見ると、こういう感じなんですよね。こういう感じで右折をしていった。だからここがですね、まっすぐな道と、 右斜めと左側がね、2箇所あります。上空から見ると、ちょうどね、こんな感じになります。ハイエースの方が来たというのが、まあ、こちらの方だと思うんですよね。左の方から来て、右折をしていこうとしたところ、まあ、ここを歩いていた女子大生を跳ねた。だから、ハイエースの方から見ると、左側に2本あり、そして右斜めの方。だから、右折の方というのは、 ま、右カーブに近い曲がり方ができるんですよね。そうなってくると、ここが右に曲がる状況っていうのは、前方から車が来ていない状況であれば、かなり斜めに走ってくる形になります。だから、こういう風なところ、今見ていただいてもわかりますよね。この右折。ま、これはですね、ハイエースはこちら、手前から向こうに右折なんですが、この車を見ていただいてもわかる通り、こういう風に本来は行くっていうのが、 まあルールなんですよね。だからまあ直角もしくは鋭角に近いように曲がらなければいけないんですが、ここ、ここに中央線があるにもかかわらず、ここの位置にいるっていう状況ですよね。ここの位置から右折をしていくわけですよね。だからずっともう斜めに横断歩道のところも横切って向こう側に行こうとしていると。だからこういう場所というのは、こういうふうに皆さんね、真ん中を通らずに横着に曲がっていくっていうことが多くあります。 だからハイエースの方も手前からおそらくこう斜めに行ったんではないかなと。斜めに行くことによって、まあ当然横断歩道の確認というのは足りなくなる。まあぶつかりやすいのはこちら側ですよね。ちょうどここに木がありますが、ここのところからこう横断をする形になってくると、まあこちら右から曲がってくる車からすると非常にね、見づらいと。見つけにくいと。 そこの部分をちゃんと見ていればいいんですが、見ていない場合というのは、まあそのままここに来た時にはぶつかっていると。というような状況なんですよね。だからここに歩道があるので、こ,この切れ目のところから横断をして、まあこう行きやすいわけですよね。状況として。向こう側からの場合だと目の前に見えるような状況にはなってくるので、まあ気づきやすくはなるんですが、まあこちら側はかなり気づきにくい。で、先ほどの K のような曲がり方っていうのは、ここから 向こうに、こっちに行こうとするときは、ここから曲がっていっちゃうんですよね。まあ、このように曲がっていく状況っていうのは、まあ明らかに交差点の曲がり方としてはまあ不適格という状況ですよね。だからハイエースはこういうふうに斜めに、ここを入ってくると。まあ、そうすると事故になりやすいと。だから普段から自分が歩くとこ、もしくはあと自転車とかで通過するところ、まあそういうところの交差点、まあ横断歩道、まあそれがね、どういう形をしているのか。 まあそういうところをね、少し考えておいていただかないと、やはりね、こういう事故に巻き込まれる可能性はあります。うん、まずね、見ていないというふうには思っていただきたいかなと思います。 で、ルールの部分というので見ていくと、まあ、左折または右折ですよね。泥こトの34条。ここの1項は左折。第2項の場合は右折。右折の場合は基本、徐行になり、そして、徐行の方というのも、あらかじめその前からできる限り道路の中央により、かつ交差点の中心の直近の内側を徐行というふうに書いてありますので、 なので、交差点の中心の直近の内側を回りなさいね、というルールになります。だから、ここの部分ですよね。ハイエースが来たのはこちら側で、そこのところを手前からこうやって曲がっていくのは、交差点の中心の直近の内側を徐行してないことは明らか。そして、今、先ほど言った、K ですよね。曲がっておりますよね。交差点の中心の直近の内側を徐行なんて一切してない状態なんですよね。交差点の中心の直近というと、このあたりになるので、 ここをまっすぐ横断歩道のあたりから右にハンドルを切っていって曲がるというのがルールなんですが、もう全く車2、3台分内側ぐらいを回っていってるわけですよね。だからこういう曲がり方をすると、ここの部分を歩いてる人たちの確認が足りなくなるんですよね。だからまあそういう状況になって、結局のところ右折の車がまあ歩いてる人たち、横断をする人たちを跳ねるというのが、まあ日本中どこでも起こってるというようなことになります。 そして、当然、事故になるという状況が安全運転をしていないということになるので、70条の安全運転義務違反、ハンドルブレーキ、その他の装置を確実に操作をして、他人に危害を及ばさないような速度と方向で運転しろよということになってきます。なので、ここの部分はやっていないということになる。 そして、こちらの方ですね。横断歩道等における歩行者等の優先というものがあります。これはですね、信号交差点とかは一切関係性がありませんので、横断歩道に接近する場合には、横断歩道等により進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなさいよと。信号がある交差点という状況になった時には、横断者の方の信号が青。 という状況になった場合は、横断者はそのまま横断できるので、そこの横断歩道を横切る車両というのは38条該当しますので、だからここの場所ですよね。青信号で車が右折をする。その場合に歩行者信号も青ですよと。 そしたら歩行者横断できるよね。その場合には車側というのは38条のルールの方が適用されるので横断しようとする人がいる場合は止まりなさいよというような状況になります。これが 歩行者信号が赤の状態になったら、じゃあこの場合も止まるのかというと、信号を守れというのが前提となっておりますので、だからまあ信号で赤、その状態は横断をしない、その場合はそのまま行ってもらって OK ということになります。だから今回のケースのような右折、そして左折、 いわゆる保射分離じゃないような状況。まあそういう状況になっている場合というのは、横断者がいる。横断しようとする人がいる。そういう場合には横断歩道の手前、直前で停止をして横断を邪魔しないようにしなさい。というのがルールとなります。だから今回のケースも38条のここは該当しますよ。ということになってくるんですよね。まあそうなってくると行政処分はどうなるかというところですが、 まあ行政書はこちらの方ですね。安全運転義務違反だと2点。そして交差点をさせず方法違反だと2点。そして横断歩行者等妨害等違反だと2点。まあどれかになります。横断歩道上でまあこれという可能性もあるし、まあ交差点のうさせず方法違反。まあこちらの方はですね、す違反をしているというのがはっきりと確認できないとおそらくならないと思うので。 まあこちらの安全運転義務違反の2点か、横断歩行者等妨害等違反の2点か、まあおそらくどちらかだと思います。で、女子大生の方がなくなってしまっておりますので、この場合というのは付加点数。これはハイエース側の方のもっぱらの不注意なので20点という状況。そうすると20点と、まあ、2点なので22点。そうすると22点は免許の取り消しは1年ですよというようなことになります。 だからまあ免許はなくなる自営業という状況になってきますのでまあこの状態死亡事故裁判になったとしてもまあ過失という状況になると執行猶予がつくケースは多いということなんですよね例えば飲酒をしてるとかね無免許運転をしてるとかねまあそういう状況が絡んでくると違うんですがまあそうじゃない場合というのはまあこれ裁判になったとしても まあ、執行猶予がつくという可能性の方が高いんですよね。執行猶予がついたとしても、免許は行政処分で取り消されてしまっておりますので、まあ、そうすると自営業という仕事は当然できなくなるし、信用もなくなるということになってきます。だから当然、女子大生の命は奪われてしまっていて、そして自分の方というのも、まあ、今後で生活は成り立たないという状況になってきますので、やはりね、安易に考えて運転はしないようにしていただく。で、事故になったとしても、やはり、 この付加点数を小さくするということですよね。死亡事故になる場合というのは付加点数20点ですが、軽症ですよね。全治2週間とかであれば3点で済みます。3点だと、 まあ、行政処分、こちらの方の2点と、こちらの方の3点であれば、まあ5点なので、その場合は免許の停止にもならないし、まあ、怪我の方も大したことがなくてよかったって済むんですけれども、まあ実際にそういうことを一切考えてない場合というのは20点という状況になります。まあ20点ということは15点以上は免許取り消しになりますので、だからね、まあそういうふうなことになるような運転はしない。まあそこがね、非常に大事になります。で、過失割合という部分に関しては、まあこれはですね、 もう100、ロという状況になります。歩行者の方は青信号で横断歩道を横断中ということは、過失はゼロという状況になりますので、まあ、車側の方が100。じゃあ賠償額どうなるかというと、21歳の女子大学生というふうになります。その場合というのは、まあ、こんな感じです。およそ1億1000万円というのが賠償額の目安ということになります。 自賠責という部分は死亡保証では最大で3000万円まで出ますので、まあその場合だと足りない不足分はおよそ8000万円。まあこれがですね、保険、自動車保険に入っている状況であれば、まあ対人無制限等に入っていてくれれば、まあ最悪でもね、まあここの部分保証されますが、 まあ、日本全国自動車保険に入っていない車というのが、まあ、2割から3割はいる。その2割から3割入っていない人っていうのはやはり普通の運転しない人の方が多いと。とということは事故をした時に2、3割の人は自動車保険入ってないではなく、事故をした時にまあ半分ぐらいとかは 自動車保険入ってないよねっていう可能性はあるんですよね。だからまあそうなると被害者側ですよね。遺族の方というのは自分の娘さん奪われて、そしてもう損害の賠償もされず、そしてこの男というのは裁判にかかったとしても執行猶予で出てくる。まあ、そんなような状況なんですよね。今の世の中。日本はそれが普通にまかり通っておりますので。 まあ、加害者保護、いわゆる加害者の構成がメインとなっております。やはりですね、まあ、最低限少しでも、まあ、刑務所に入って反省をさせるべきではないか。普段からそういう運転をしてる人を、まあ、反省をしているからといって、またね、世に戻すというのは、まあ、ちょっと違うんじゃないかなというふうには、個人的には思っております。まず大事になるのは、 まあ自分はルールを守っているからというふうなことで歩かれる方多いんですが、まず、車はね、ルールを守ってない。まあそういうふうなことを思って、まあ道路を横断するなりしていただきたいかなと。そして自転車も当然のようにルールを守らない。そして歩行者もやはり守らない。だからみんなが守らないという前提で、まあ今の世の中回っておりますので、 だから自分だけがルールを守ってると、その時守ってるという主張をしても、やはりね、被害者になるのは歩行者という状況になります。だから自分が歩いてる時というのはね、特に気をつけていただければいいかなと思います。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。